なんか岡山週末雨みたいですね。大輔です。二ついっぺんにいきますか。夜勤から帰ってきましたね。奇跡が起きましたよ、皆さん。すいません、おじさん。今日元気なかったっす。カウントしました、すいませんの数を。脈絡のない、意味のない、すいません。今日、5回でした。これ少ないっすよ。まあ、だいたい毎日平均して10回以上言いますから。多い時は20回、30回。すごくないっすか？奇跡ですよね。皆さんの動画、今日帰ってきた確認したら、コメント数が半端ないですね。いつもの倍以上ありますよ。あれ、私、これ、コメントに返信したかなと思ったんですよね。私が返信すると、その、返信の分もカウントされるんで、例えば10人のコメントに返信したら、20になったりするんですけど、もうすでにこれ19コメント来てますからね。私が返信してない状態で。この数は、すごいですね。いや、皆さん本当ありがとうございます。全部、読みましたけどね。いろんな案を出していただいて、まあ、上の人に言ってもらうとか、ちょっと面白いのはペリドットさんの、この動画をそのおっさんが見たらやめるんじゃないっていうのは面白いですね。ぜひ見てほしいですね、そのおっさん。どういう反応するのか。おい、俺のこと勝手に動画にしてんじゃねえつって逆ギレしてくる可能性もありますけどね。まあ、普段穏やかな人が怒るとちょっと怖いんでね。まあ、でも、ちょっと見てほしいですけどね。まあ、人の嫌がることをしてる人が自分が嫌がることをされたらどうなるのかっていうね、気になるところですけれども。これ週末ゆっくり返信いたしますんで、お待ちくださいしばし。おそらく、私の予想なんですけど、私の塩対応が効いたんじゃないですかね。ちょこちょこ塩対応はしてたんですよ。でも愛想笑いはしない。で、応対もものすごい淡白に。ああ、はい、みたいな。まあ、完全無視することもありましたし。あと、ま、同僚の人に、ちょっときついこと言ったことあるんですよね、実は、一回。あの人病気なんすかねつって。そしたら、その人、苦笑いしながら、ものすごいストレートだね、みたいな感じで。まあ、ちょっと私もちょっとデリカシーないんでね。その人に不快な思いさせちゃったかもしれないですけど。まあ、本人に病気ですかとは聞けないんで、まあ、もし病気だったら本当に我慢するしかないですね。多分違うと思うんですけどね。もう中にはコメント欄、いや、普通に注意すればいいじゃんみたいに言ってる、書いてる人もいるんですけどね。まあ、そうなんですけどね。うん。なんで普通にやめてくださいって言えないのかっていうと、まあ、おそらくみんなそこまで苦痛じゃないってことですよね。ずーっとその場にいるわけじゃないんで、旗入れてる間ずーっとそのおっさんがずーっと後ろで、すいません、すいません。2時間も3時間も行ってたら、まあ、そしたらもう回数的には200回とかなるんでしょうね。それだったらもうとっくに行ってますね。ちょっとした時間に来るんで、まあ、我慢できるっちゃできる。だけど、鬱陶しい、やめてほしいっていう、ちょうどいい感じの、ちょうどいい感じだったんですよね。みんながみんな注意できずに、まあ、結果的に容認しちゃってるってことですよね。だからまあ思い切って私が無視、塩対応を数日続けたところ、今日本当になんか元気なかったっすよ。まあ、単純に体調悪かっただけかもしれないですけどね。これあんま期待しない方がいいんですよね。もう今日の夜、夜勤まだあるんですけど、その時にまだすいませんの連続が始まるかもしれないんでね。でも他の人の、優しい、いつも付き合ってあげてる人がいるって話したと思うんですけど、その人とばったり今日会ったんですよ。それでも一回ずつで終わりましたから。すいません、すいません、終了。もういつもそっから5回、6回、7回、8回とか、すいませんの応酬が始まるんですけど、それもなし。あれ？と思いましたからね。あれ？って思うのもおかしいんですけどね。もっとやらないの？みたいに、逆に期待してるとこが、まあ、期待してないですけど、嬉しかったっすね。で、そのすいませんおっさんと、トイレで会ったんですよ。トイレですれ違ったんですよ。絶対すいません言ってくると思ったら、
全くお疲れ様ですもなしで、まあ私の方からお疲れ様ですって言ってもよかったんですけど、もう完全無視して、そしたら向こうも何も言わずに、スッとタッチションしに行きましたね。おいおい、マジかって思いましたね。これもしかしたらもう、これオカルト的な話はあんまり私は信じてないんで、したくないですけど、これ皆さんのパワーも伝わったんじゃないですか？これ熱量。皆さん、まあまあな長さの文章を書いて提案してくださってますよね。本当ありがたいんで、これだからドラゴンボールでいう元気玉みたいな感じで、このパワー、熱量が、そのおっさんに行ったんじゃないですかね、本当に。まあ元気玉わかんない人は、あれですよ。もうちょっと悪い例えで言うと、藁人形みたいな。そういう思いって伝わるんですかね。いやー、嬉しかったっすね。これで今日も、すいませんが少なくなってたら、最高ですね。一個危惧するのは、ちょコメント欄に書いてる人もいたような気がしますけど、すいませんがなくなっても、次のターゲットを見つけたら最悪ですよね。これ私になったら嫌ですけどね、私の口癖なんですかね。職場で、あ、そうなんですか、とか。まあ普通の相槌だからそんなにないと思うんですけど、まあ自分では気づいてない特徴を真似されたら、まあそれはもう直接言いますけどね。もうや、真似するのやめてもらえますか？つって。それは言えますね。まあ、わずかに期待して、ちょ、静観しますね。引き続き無視していきたいと思います。皆さん本当、たくさんのコメントありがとうございました。返信しますんで、しばしお待ちください。めちゃくちゃ今眠いっす。ご飯食べて、歯磨いて寝ます。ありがとうございました。